おニューのスーツで、靴は2回目。なんでや。音楽って難しいですね。でもそれはキャラがぶれるんじゃないか。次は TWICE の TT。 アナののびしろリニューアル1回目の放送が終わりました。お疲れ様でした。榊原さん、お疲れ様でした。いやありがとうございます。はい、今まで15分だったのがなんと2時間。2ヶ月分ですもん。そう、どんだけ伸ばしたのかというね、放送でしたが、はい、いや山内さんと一緒に第1回の放送をお届けしました。同期コンビでやらせていただきまして、やっぱり一番最初の放送だということで、お互いに弦を担いできました。はい、皆さん見て何か変化に気づきますか？気づかないですよね。言ってあげてください。今日はおニューのスーツで臨みました。そして靴は2回目。なんでや。そこはおニューじゃないんですか。この革靴は2回目、下ろして2回目の靴。まず、あ、ね、気分新たにというね、装いですが、はい、山内さんも今日は、皆さんどこか気づきますか？多分コメント欄が、あれ、そうですよ皆さん、パールですよ。私というとね、山内もパールが大好きなので、家中にあるパールを集めて、こちら、そして耳にも、そしてあの足のネイルのパールをつけてきました。27粒。なんですか、それは数増やせばいいっていう。輝きっていうのは中身だと足りないので、こちらから出していこうという、ここからオーラを出しています。すごい、耳タブだけじゃなくて、このなんていうの、ここをね、さっき教えましたよ。耳、はい、耳、イヤー、イヤーカフ、イヤーカフ、頭痛が痛いみたいになってます。さっき言葉のこと学んだじゃないですか。イヤーカフ、そう、イヤーカフですね。カフ、イヤーカフ、はい、カフって、わからないです。後で勉強しておきます。イヤーカフというこちらをですね、はい、まあ、後輩に誕生日にもらいまして、うん、でこちらももらい物でして、これも母からもらったものなんですけど、もらい物で身を固めて、皆さんのパワーを身にまとってやっておりました。まあ、ラジオだったんですけどね、見えないんですけど。そうそう、見えないんです、気持ちだけは、はい、気合は十分でお届けしました。はい、もうここからずっと MC は榊原アナ。そうなんですよ。毎週私は必ずいます、はい、相方が週替わりで、はい、1回目は山内さんで、2回目は3回目はというふうに毎週相方は変わっています。はい、やっぱりでもね、同期とやりやすかったですよ。やりやすかったです。はい、楽しかった。楽しかった、うん、なんかもう遊んでたくらいの感覚でした。でね、音楽って難しいですね。音楽に疎くて知識が浅くて薄いんですよ。なんですけど、今日ちょっと厚みが増したのではないでしょうか。2時間の番組なので、曲紹介が何回も1回1回の曲紹介があんなに心細いものとは。表情が面白くて、私の顔を見ながら向き合って対面でやってるんですけど、こちらに榊原アナウンサーが座って、私が向こうに座ってて、カフをこう上げて、次は TWICE のティティ。こんなに不安な曲紹介初めてでした。難しい、アルファベットが多いし、なんだろう、知らない曲が多いから、ね、でそれで曲中に、あ、これ知ってる、これ知ってるなんていう話をして、曲が終わって曲紹介は元気なんですよ。 TWICE の TT でした。よかった、だから知識が増えましたね。これ毎週こうやって曲紹介していくんで、この音楽の知識が、はい、私の一番の伸びしろかもしれませんね。じゃあ問題です。はい、今日流れたキングヌーさんの曲名を答えてください。1回目の放送、10月4日の放送を流れたのはキングヌーは、佐藤アナウンサーのコーナーで流れましたよね。そうですね、ナオオンセールコーナー。そうですね、でキングヌーの紹介をしてもらって流れました。今時間稼いでます。皆さんお付き合いください。4人組のね、はい、キングヌーさんの、そうです、ガラス窓。正解。そうです。今すごく絞り出して出た答えでしたね。ちゃんとね、この周辺情報もしっかりお伝えして、最後に曲名を。ではもう一つ問題です。シシャモさんが2017年にリリースした大ヒット曲の題名は、あれね、いいことばかりね。そう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 、今ちょっと歌いました。はい、皆さん分かりますよね。
3人組の死者も明日も、はい、正解です。一度経験したことあるんですよ。素晴らしい記憶力です、はい、という榊原アナウンサー。もう今日結構気づいたのが、意外と聞いたことはある、うん、曲が多い。題名と一致してなかっただけなんですよ。そう、まあ、ヒット曲だからねっていうツッコミをされたんですけどそう、聞けばわかる。で今日それと耳で聞いてたものと曲名がリンクしたので、はい、もうここからはね大丈夫です。自信持ってますけど、シシャモの明日も大丈夫。インフンでね、シシャモの明日も覚えましたね。キングヌーのガラス窓、お素晴らしい、はい、ちょっと今後も期待ですね。トワイスの TT、 じゃあエド・シーランの難しい、洋楽は難しい、ちょっと洋楽も頑張って覚えてもらいます、今日流れたのは Shape of You という、あなたの体の形が好きだよって。詳しいよねやっぱり山さんね、さすが音楽番組担当されているだけあって、これ一つ一つの曲だったりタイトルの意味もちゃんと噛み砕いて曲の最後紹介してくれる。これ偉そうなんですけど、コツとしては曲とその歌詞をリンクさせて映像を浮かべると覚えやすくて、はい、Shape of You だけだと覚えられないんですけど、歌詞を巡っていって、歌詞をちゃんと頭に入れて、あ、こういうものなんだってつなげると覚えられると思います。ただ覚えるだけじゃなくて、じゃなくて、あー、これは音楽だけでなくていろんなものに通じそう。そうですよね、うん、高校とかで学んでたことも、うん、そうそうそう、勉強でもそうだし、それから野球でもそうだし、へえ、うん、野球も意外と通ずるところありますよ。そうですね、ちなみに野球っていうのはその数字を言うと日付から割り出せるっていうと、ありますね、野球の出来事、あれもいろいろとつなげて覚えてるんです。あるあって、その時過ごしていた自分の生活の情景が思い浮かぶ。ああ、あの頃薬局の前でラジオ聞いてたあのシーン。じゃあ今日もアナの伸びしろで不安げに言った TT とかで覚えればいいんじゃないですか。いける、いける、いける。明日もって最初間違えた明日も、そうそうそう、死者も、そうそうそう、あ、いきますね。ちょっと伸びしろしかないです。これは半年後音楽について詳しくなってるかもしれない。でもそれはキャラがぶれるんじゃない逆に ね、もうこの毎週、私はいて、相方は週替わりということですが、佐藤アナウンサーが担当するわらしべ調査、それからもう一つ音楽のコーナーに毎週お届けしますので、これは毎週ぜひ皆さん楽しみにしていただいて、私にその佐藤アナウンサーが音楽についていろいろ教えてくれます。そうですね、佐藤アナウンサーの楽しかったですか。楽しかったです、本当に期待の新人さんですよね、うん、で、いい具合にね、突っ込んでくれるんですよ。それは違うでしょ。そう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 このね、臆することなくやってくれるのが先輩ですけど、やりやすい。なんか結構嬉しいんですよね、後輩から突っ込まれるのって。そうなんだ、ね、結構自分が後輩の時なかなか先輩に突っ込むって、そう、勇気はなかったんですけど、それを臆せずやれる、これは、ね、素晴らしい、素晴らしい。佐藤アナウンサー、これから楽しみです私の音楽の後ろ楽しみにしていてください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。